剣士。はい、アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回も10秒将棋、相手の方は三段の方になりました。よろしくお願いいたします。まあ、10秒将棋だとなんか振り飛車の方が勝率いい感じしますね。なんか居飛車の勝率がやたら悪い気がする。なんでだろう、不思議だな。だからやっぱアマチュアで振り飛車が耐えないんだろうな。逆に10切れだと居飛車の勝率が圧倒的に私の場合は良くて、まあ、ついであれですね、なんかトマホーク的なやつ、あれはすごく勝率がいいですね。相手が穴熊模様にしてこっちが地下鉄飛車に囲うっていうやつがすごくいい感じなんですけど、まあ、こういう展開はかなり、どうしようかな、言うか、まあ桂跳ねて、そうですね、4六銀と出ちゃう手があるかもしれないんですよね、これ。まあ、とか言いながら突くんですけど、これで7八金、7九金から、まあ、角をうまく右に持っていければ作戦勝ちですね。まあ、4五歩とか絶対ついてくるんですけど、まあ、この6九金型のまんまで、素早く角を囲っちゃおうと。この瞬間6五歩なら6八飛車の余地がありますね。はい。これで、なんとか。ちょっと6九金型で行ったのを褒めてほしいんですが、これであれですね、6五歩には常に6八飛車を用意しております。はい。まあ、これは大体こっちが良くなる気がしますね。まあ、大体なんですけど。4六歩は同歩で、まあ、まだあまり手になりませんから。まあ、そうですね。こう受けるようではちょっと。3、4、5、6。つきますか。7五をついた方が良かったかな。いや、ここの辺の判断いつも間違えるんだよな。ああどうしよう、取るか。同桂、しかし同桂嫌か。同桂嫌だなこれ。ああ、今同桂チャンスだったかもしれない。8、9、ちょっと分かんないですねこれ。同歩なら6四歩でガンガン攻めていけないかなと。まあ、6二金に6三銀、同銀、同歩なり同金、6四飛車とさばいて、6四歩なら一回7五入れるか。4、5、6、入るかな。まあ、同歩なら6五飛車というさばきもありますね。同桂なら6三歩成となって、ただそこで4六から止められちゃうからあんまり意味ないか。打つか。同銀、同歩成、同金に、6四飛車、6五飛車とねさばいてしまって、で6四歩に場合によっちゃもうズバッと、ああやっぱり一回ここでね、そうですね、これは理にかなった手だと思います。どっち取ろうかな。7、8、9、そうですね、2、どっちがいいかな。4、5、ま、元気よく角でいきますか。これで次7四歩打てれば優勢なんで、どうやって受けるか、まあ、7四銀という感じでしょうか。まあそっちもありますね。取って5一銀がそこそこきついんですけど、まあいけますか。同角ですねこれは。5一銀の時に飛車がちょっとなると6二銀なりで必勝形になっちゃうんで、まあ5二飛車ぐらいでしょうか。で銀なり同飛車に、そうですね、どうしようかな。3、あ銀、あなればよかった、ならず者になってしまう。今のはならず者にはカウントされないかな。いやあ一回打つか。同銀に5三金っていう意味なんですけど、まあ、一回金捨てて金で絡むっていうのは結構私の常套手段ですね。はい、まあ、これでまんまと飛車が取れました。こちらはまだ鉄壁を維持しておりますので、
まあ、居飛車がだいぶいいと見て間違いないですね。あとは間違えないようにしっかり寄せ切ると。1、2、3、4、5、6。いや7、8、まあ、冷静に一回引くか。まあ、8八角成同金同角成という寄せの筋が向こうできてるんで、絶対それだけは阻止しないといけませんね。ああ、1、2、3、4、5、6、7、8、取りますか。これで同角で向こうの希望を一つ削いでいくという感じですね。一回打ちますか。この歩はもう絶対7三歩成同角8五桂馬という厳しい狙いが残ってますんで、打ち得ですね。で、この辺から飛車打っておくと、まあ5五角か。で、とりあえず歩成で、同角なら7四銀という要領で、まあ、絶対、相手に好きなように刺させないという感じですね。まあ、これ飛車が取れてしまうので、9二銀、そうですね。これで7四銀が8三銀成の詰めろになるので、大優先ですね。8八角成同金同角成は同飛車で詰みません。7三角も、まあ、取って取って、はい、これは強者って詰めますね。ありがとうございました。では感想戦やっていきたいと思います。はい、それでは感想戦やっていきたいと思います。ここで金寄るのこれ、跳ねると、ああなるほど、そっか、なんかそっか、ふんどしかけさせちゃいけないっていうなんか固定観念みたいのありますけど、跳ね、なんか銀桂交換ぐらいだったら2四歩残ってて穴熊がいいのか。なるほどね、ちょっとこれ面白いですね。本譜ちょっと6五歩の仕掛けが時期尚早で、まあ、6八飛車と回ってこれでやれる感じになっていきました。6六歩同銀に、仮に6五歩だともう取っちゃう手がありそうですね。ないか、取るとまずいか、取ると4六歩でまずいですか。苦はなかった感じなんですが、まあ、じっとおとなしく銀引かれといて大したことないと。で、次6四歩が残っちゃうということで、向こうは打ってきませんでした。ということで、ちょっとここで5五ついたんですけど、まあ、6五銀で、同銀ですね。で、ここで同桂だったらちょっと後手が良かったのか、完璧な将棋だと思ってたけど、そっか。で、これであれですね、ちょっと私の考えとしては、ぶった切って5四つけないかなって思ってたんですけど、これまずかったのか。仮に6四銀合いとかだったら、まあ、取って取って、歩成でいいんですけどね。ここで何かうまい受けが。あ、やっぱ4六つきますね。同角は、同飛車から、あ、5五銀か。なるほど。同角は5五銀が手厚くて、これはちょっとまずいと。そっか、やっぱりダメだったのか。同桂でまずかったですね。いやー。同桂でやられてたらどうしたんだろう。いや、5八金か、渋いな。5七銀打たして6六歩で6八銀なりにがっちり同金と引きつけて、まあ一瞬飛車銀交換の駒損にはなるんですが、まあ、6五の桂取りを楽しみに戦えると。なるほどね。いや、5八金すごいな、素晴らしいですね。多少不利になってもこういう手を指せるように勉強していきたいですね。ということで、同桂だったらちょっと不利だったみたいなんですが、本譜同歩だったんで、5四歩とついて、猛攻がはまっていく感じになっていきました。6四に銀打った方が良かったですか。実戦6四歩で金引かせて、7五歩と味をつけていきました。これ、どうして歩がないのに刺すのって思われるかもしれないんですが、どっかしらで例えば、6五飛車とかさばいた時に、歩が入るんで、7四歩と打つ味ができると。まあ、すぐやるとね、今みたいに不利になるんですけど、まあ、どっかしらで6五飛車の筋あると思ってたんで、まあ、そのための突き捨てですね。本譜6三に銀を打ちまして、若干指せる形勢かなというところでした。で、4六歩ですね。まあ、これ同角と取っても全然良かったんですが、一回ちょっと剥がした方がいいかなと思って剥がしていきました。
4六角で7四歩が厳しいんでやれるかなというところですね。うん、まあ7四銀打ちを当然想定していたんですが、まあちょっと実戦ではもう金打つ予定でした。てかまあ10秒将棋なんで、あんまりなんか変に洒落た手を考える余裕もありませんし、まあ、洒落た手をやったところでっていうところがちょっとあるんで、うん、そうですね。ということでまあちょっとこれで仮に同銀同歩なりに、まあ同銀ならね、5一銀打ちが決まるんですが、同金と頑張られてどうかなっていう感じですね。でもう一歩あれば飛翔系だと思うんですが、一歩しかないんで、5三銀と寄られた後、例えば6三銀と上が打っても8五銀とね、かわされた時に7四に打つ一歩がないので、まあ、これはこれで非常に難しそうな将棋ですね。まあ、5四銀成から6三歩成と無理やり攻めていってもがっちり銀受けられて、これはこれでそこそこ難解な展開になってるかなと思います。また一貫と金引くんですけど、まあ、取って取って飛車成られて、まあ、この時にこれ以上ちょっと8筋の銀が手厚くてこれ以上難しそうですね。まあ、ということで、本譜5五銀がまた悪手だったんで、5一銀と打って、でここでですね、私が6三金と打ったのが少し自慢の一着でした。うん、一応最善と出てますね、6三金打ち。まあ、ぜひ覚えて帰っていただければという手ですね。これで同銀と取らせて同歩成だとちょっと味消しなんですけど、まあ、5三金が、一回金捨ててから5三金と張り付いたのが自慢の一着で、これで攻めが繋がっていく格好になりました。飛車取りをこうやってなんか受けようとすると、まあ、6二金から6三歩成で攻めが繋がるというわけですね。これで7四歩打つか、まあ、6一飛車打つかとか、まあ、いろんな攻めがあって、これは居飛車がやれると思います。ということで本譜すっきり6四銀から6二金としてきたんですが、まあ、6三金と冷静に引いて優勢かなと思いました。で、9三玉に、まあ、ちょっと5五角4四角が、こうダブルで8八地点に睨んでるんで、ちょっとこう、攻めつつ、あれですね、相手の戦力をダウンさせる6四金で、ここから7四歩と打って、一気に寄りの形になっていきました。これ放っておくと、まあ、例えば、なんか、何ですかね、放っておくと7三歩成同角に8五桂打ちと王手角取りがあるんで、なんか受けないといけないんですけど、まあ、8五桂にも、まあ、4一飛車がかなりきつい手になってますね。で5五角と出られて再び8八角成のラインが復活してきたんですが、まあ、7三歩成でそのラインを分断しに行きました。まあ、同角なら4四飛車成と角が取れるというわけですね。まあ、かといって玉頭付近にできたこんなと金を放置してしまったら大変なことになるんで、ここで体勢が消したかなと思いました。まあ、ちなみに実戦だと同角に7四銀しか正直見えてなかったんですけど、まあよく見たら角がボロッと落ちてましたんで、当然角取った方がいいですね。で9六歩はちょっと形作りになっちゃうんですが、飛車なって、勝ちを確信いたしました。まあ、仮に9二金なら、まあ、同竜と取りまして同玉に、まあ、9四香車と打って合駒なら8二金で、これで同銀と取れないんで詰んでますね。まあ、ということで、飛車なりに銀合いになると思うんですが、まあ、9五銀で9四香車と8二竜の、あれですね、詰めろ、ほぼ必至をかけておけば勝ちですね。7三角と取っても9四香車で詰みということになります。ということで、ちょっとこの順ができないので、8四玉とかわしたんですが、7四銀打ちでがっちり必至かけて勝ちになったかなと思いました。7三角と取る手があるんで必死ではないんですが、こう取っちゃうとちょっとこちらのなんかせっかく2枚で睨んでたから多少面白かったのに、これをやってしまうとちょっともうね、勝ち目が振り飛車にとって全くなくなってしまうんで、まあ、例えばこう6筋から取っていって6四歩なら8二角がぴったりですね。6二玉なら6四角成とこの飛車と馬が連動した、飛車と馬と竜が連動した抜群の寄せが決まって、居飛車勝勢ということになります。9七歩成なら6三馬で詰みですね。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。